これはピンクの、うん、一重。一重。とかないと本当分かんなくなっちゃいますね、うん、花が咲いた時に分かるって感じなんでしょうね。ピンクの八重が欲しいんです、一重が欲しいんですとかって言われてもさ、うん、花咲いてみないと分かんなくなるってなっちゃいますよね。どうしてこの鉢が深い鉢に入ってたわかる、はい、あー分かんない、根が結構、うん、これ葉がついてるんでしょ、はい、で水やったりなんかするとこれ右が揺れんだよ、それで活着率が落ちるの。あーはい、だからちょっと深い鉢に入れて動かないようにして、あ、そういう方法で根を出させるようにしてるんですね、うん、やっぱもう本当に長年のいろんなねことをやって失敗してるからさ、うん、経験したのが大きく役立つってことですね、うん、じゃあ皆さんもやるときは深い鉢にでやった方が発根率が高くなるってことですもんね。これをやってからどのくらいの率で、その年によって違うみたいね。あ、全然つかない時もあるしさ。うん、気候もあるんですね。八重山さんですか、うん、その中心の携帯だね、うん、何ですか。じゃあこちらは松平そう考えると矢島さんのところさんざしの種類がいっぱいあるから、うん、本当に何度も何度もこの種類を挑戦してた証ですよね。そうでも失敗ずいぶんやったんだよ、うん、なんか失敗した。まずやる日にちね、はい、組織をする日にちがさ7月だって分かんなくて、うん、6月だったりさ、うん、2月だったり3月だったりだったんだ。じゃあ一番やっぱり活着率が高いのが、うん、この夏の時期、うん、夏の7月もうそろそろ土曜でしょ、うん、
切管が短い方を選んでるんですか？うん、もし活着してね、はい、活着した結果針金で曲げることができるから、そこのところをさ、太いやつだと曲げることできねえじゃん。ああ、そうですね。ああ、じゃあ今から本当に細い枝で、うん、その針金掛けで曲げるのも考えながら挿し木を選んでるってことなんですね。うん、あんまり細く切ってもさ、活着率が悪くなる可能性もあるしね。完成ですか？